欧週刊受験生の皆さん、こんにちは。欧週刊ノア塾長の飯塚です。欧週刊受験生から寄せられた120の質問、今日は93番目になるんですけれどもね、欧週刊に入学する本当のメリットを教えてくださいということを通塾生の方からね、質問ありましたので、お答えしていこうと思います。まあ、欧週刊に行く一番のメリットとしてはですね、この時間が多く手に入るっていうことかなと思うんですね。まあ、ノアでもですね、まあ、欧州館に合格してそのまんま、欧州館生になって、ノアに通ってくれてるね、中学生の子とかもいるんですけれども、彼ら彼女らを見ているとですね、公立の中学校に通ってる子よりも、まあ、時間にゆとりを感じるんですね。で、12歳から15歳、まあこれ中学校3年間あるいは高校3年間、まあ16歳から18歳までになりますかね、まあ、特に中学生の間なんですけれども、この、まあ、体が成長期になりますよね。でこの頃ってやたらと眠いんですよ。お兄ちゃんお姉ちゃんとかいる人はわかると思うんですけど、中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんってすごい眠いんですよね。あるいは保護者の方思い出していただきたいんですけれども、僕もそうでしたけれども、中学生の時っていうのは部活も一生懸命やるんですけれども、とにかく体がなんか眠いんですよね。でそれっておそらく体が成長期だから睡眠を欲するんだと思うんですね。ですので、まあで特に勉強しなきゃいけない時じゃないですか、中学生って。だから勉強と、まあ、休息に時間を当てるための余裕って欲しいんですよ。で一般的に公立の学校に行くと高校受験がありますね。あるいは高校受験にやっぱり加点されるっていう意味で、まあ、三大検定英検漢検数検、まあ、これを3級準2級ぐらいまで取りたいなっていうのが一般的にあるじゃないですか。あとはこの月例模試がありますよね。まあ、東京だったら V 模擬とかダブル模擬っていうのが毎月あるわけですね、中学3年生になると。で公立の学校の方が部活動ってちょっと厳しめだと思うんです、一般的に。ですので、まあ先輩上下関係とかもあったりしますしね、まあ、部活動も非常に盛んでも、まあ欧州館が部活動盛んなわけじゃないですけれども、やっぱりもう少しこう、ね、楽しんで部活動をやっているイメージありますよね、欧州館生って。で、やっぱ公立の学校になると上下関係がもっと厳しいと思うんですね。欧州館もそれなりにもちろん厳しさあると思うんですけど、一番言いたいのはこの12歳から15歳の成長期に、まあ、高校受験そして検定模擬テスト部活動なんかを、まあ、やらなきゃいけないんですけども、欧州館に入ってしまえば中高一貫校なので、やはりこの時間が多く手に入って、まあ、高校受験がないっていうだけでも大きいプレッシャーから解放されますよね。ですので自分のペースで検定試験なんかの学習なんかもできるんで、まあ、そういった意味でね、欧州館に行くメリットっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。欧州館絶対合格に向けて頑張りましょう。